不法投棄とは、法令に違反した処分方法で廃棄物を投棄すること、罰金刑がある。日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反して同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することを言う。個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処すると規定されている。 神戸市の山中に不法投棄され長年放置されたトラック。都市部周辺の山中は不法投棄が多いことから近年では車両通行止めになっている林道も多い。近年最終処分場などの逼迫により処理費用が高騰していること、合法的な経済活動では生成されない物質を秘密裏に処理する必要などから行われる。また近年では事業ごみを 家庭ゴミとして登記する行為もある。なお、季節の中間処理施設や最終処分場に許可要件を超えて搬入、保管している状態は不適正保管などと呼ばれ不法投記ではない。なお、日本における2007年度の不法投記全体量の約78.8%が建設系廃棄物である。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、 不法投棄した者の,の責任ばかりではなく、適正な監督を怠った排出者に対しても、撤去などの措置命令が可能となっている。不法投棄に対する罰金刑の最高額は1億円で、ある。林道脇に不法投棄された、冷蔵庫などの電化製品不法投棄された、貨物自動車法令等各地で見られた不法投棄に対応するため、廃棄物処理法の改正が行われた。 平成3年改正、平成9年改正、平成12年、改正、平成15年改正加えて、平成15年に新法が制定された。この法律の内容は、以下の通り。その他イタリアのナポリ北部ではカモーンらが1980年代から、廃棄物を、正規の処理ルートよりも、安価に買い取って、原野や、井戸や湖に不法投棄する事案が発生しており、 市の三角地帯と呼ばれている。環境保護団体のレガンビエンテの調査では1991年から2013年までにナポリ北部に埋設された産業廃棄物は約1000万トンに上る。不法投棄されたゴミは定期的に焼却されており、農業用地下水の汚染や健康被害が問題となっている。ありがとうございます。